アスの今季予想スタメンが、その年齢層で物議を醸している。ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマン、そして大谷翔平を筆頭に、ウィル・スミス、マックス・マンジー、テオスカー・ヘルナンデス、ジェームズ・アウトマン、ジェイソン・ヘイワード、キャビン・ラックスが名を連ねる。特に注目は、前年度打率3割4厘、44本塁打を記録した大谷が3番指名打者として出場予定だ。しかし、ラックスは2022年は怪我で出場がなく、その復帰がチームのパフォーマンスにどう影響するかが見物だ。チームの核となる選手たちの年齢が高まっており、そのバランスが今後の戦いにどう響くか、ファンからは、スタメンみんな年齢高いな、との声も上がっている。20代前半のスター欲しいね。結構みんな年齢高いな。年より多いな。いつ衰え始めてもおかしくないメンツ。過度な期待はやめておこう。大谷さんはこのオーダーだと歩かされるので、2番のフリーマンと入れ替えたオーダーが主になるような気がする。メジャーの2番打者最強理論も踏まえてな。ラックスが故障明けで、ショートを守りつつ、成績を残せるかは大きな疑問。ここがウィークポイントになる可能性があるわ。前の2人が打率3割超えか。これは120打点いくんじゃない？化け物打線すぎて3月楽しみすぎる。二刀流で打者としてこの数字出してるんだもん。しかも途中離脱したのに、やっぱ大谷さんすごいわ。大谷の個人成績にとっては2番の方がいいと思うが、ドジャース的にはベッツ・フリーマンの高打率の順番を崩す必要がないっていうね。今季のドジャース打線は過去1番だと思うわ。2番は足に負担かかるから3番でもいいかもしれん。1から3番がすごすぎて以下がすごく微妙に見えてしまう。4番以降打率がかなり低めなのが気になるな。大谷3番もありっちゃありよな。敬遠されたとしてもメリット大きいし、ちゃんと活かせそうだし、打順めちゃくちゃ楽しみだな。